マリア・マルダーは、米国出身のシンガー。1960年代より活躍し、ブルース、ジャズ、フォークなどアメリカのルーツ音楽を幅広く、歌いこなしてきた。代表曲は、1973年のソロデビュー作収録のミッドナイト・アット・ザ・オアシス、真夜中のオアシス。マリア・マルダーは、1943年9月12日、ニューヨーク市のグリニッチ・ビレッジに生まれた。 出生時の名前は、マリア・グラシア・ロサ・ドメニカ・ダマト。幼い頃から、カントリー・ミュージック、R&B など様々な音楽を聴いて育った。マリアは、1960年代にグリニッチ・ビレッジが、フォーク音楽のメッカとなると、ジャムセッションなどに参加するようになった。この頃、本名のマリア・ダマと名義で、ジョン・セバスチャン、デイビッド・グリスマン、ステファン・グロスマンの在籍する、 ディーブンダズンジャグバンドに参加。1964年には、バンドのデビューアルバムがリリースされるものの、まもなく、バンドは解散した。続いてマリアは、マサチューセッツ州ケンブリッジに拠点を移し、ジム・クーエスキンジャグバンドに参加する。ここで、ジェフ・マルダーと出会い結婚。1968年に、バンドは解散するものの、二人は、ジェフマリア・マルダーとして、 活動を続けた。このデュオ名義では2枚のアルバムを発表している。1972年、ジェフとマリアはデュオを解消し離婚する。ジェフは、ポール・バター・フィールドとベター・デイズを結成。マリアは、ソロの道を歩んだ。翌1973年、マリアは、ソロデビュー作マリア・マルダーをリリースした。ここに収録された、ミッドナイト・アット・ザ・オアシス、真夜中のオアシスは、 ビルボードのポップチャートの6位という大ヒットを記録し、マリアの代表曲として知られるようになった。彼女のボーカルも、去ることながら、ギターのエーモス・ギャレットの個性的で自由奔放なプレイは、彼を名手として広く知らしめることとなった。1974年には、セカンドアルバムウェイトレス・イン、A ドーナツ・ショップをリリース。イーブン・ダズン時代からの彼女のレパートリーであった、アイ・アイム。 エウマンやイット・エイント・ザ・ミートを収録した同作はファーストと並び彼女の代表作の一つに数えられる。1970年代末までリプリーズに在籍したマリアは1980年代にハイルド・インディレーベルより2枚のゴスペルのアルバムをリリースする。1984年にはドクター・ジョンをゲストに迎えジャズとブルースのスタンダード集。 スウィートスローをリリースした。1990年代に入ると、マリアはニューオーリンズのブルース、R&B 系、レーベル、ブラックトップと契約。同レーベルからニューオーリンズとルイジアナ色を全面に押し出したルイジアナラブコールをリリースした。ブラックトップからもう一枚アルバムをリリースした後、カナダのストーニープレーンからジャズ色を濃くしたジャザベルをリリースした。 1996年のファニング・ザ・フレームズをはじめとし、テラークからいくつかのアルバムをリリースしている。1999年のミート・メウェア・ゼイ・プレイ・ザ・ブルーズは、ブルースピアニスト、チャールズ・ブラウンとの共作となる予定であったが、彼の体調が悪化してしまう。チャールズは、病室で、マリアと、デュエットで、ジ・ベビー、エインと、アイグッドツーという一曲を吹き込み、アルバムに収録された。 これは、チャールズの最後のレコーディングとなった。テラークからの作品としては、この他、ペギー・リーのソングブックである、A Woman Alone with the Blues、ボブ・ディランのソングブック Heart of Mine などがある。2001年、マリアは、ストーニー・プレーンに戻り、アルバムリッチランド・ウーマン・ブルーズをリリースする。これは、マリアが敬愛する、メンフィス・ミニーラ、 戦前ブルースアーティストたちをカバーした作品で、ジョン・セバスチャン、タジマ・ハール、ボニー・レッドラ豪華ゲストを迎えてレコーディングされた。マリアは以後、スイート・ラビン・ウル、ソウル、ノーティー、ボーディ、アンド・ブルーと同様に戦前ブルースをモチーフにしたコンセプトアルバムを発表している。ありがとうございます。